ゲートイン完了しますスタートしました第24回農林水産大臣賞典上山雄春の受表賞12頭のスタートであります ババいっぱいに広がっての先頭争いは内から豪快速外側からスーッとナムラクリエイトがいきました12番のナムラクリエイトが先頭そして豪快速が2番手レフトチェスマンが早々と3番手をキープでありますレフトチェスマンが3番手そして11番のレッドハッピーが4番手その後内側からノイズレスウィナー外を回りまして石のテイストが上がっていきましたその後ろが8番東高大使中段の外を追走です内側には5番のクラッチヒッターその後ろに7番ラッキー・リバルトそして桟橋が空きまして後方から3 3。投目4番の東証東その内側が2番ゴール、セーフ最高ホイット遅れまして9番のジェベルネバーです。切れ者のジェベルネバーは最高峰待機戦闘バグがぐーっと詰まってまいりまして、第3コーナーカーブに向かっていきますが、1番の豪快速が12番の名村クリエイトに接近してまいりました。その後、3番手には10番のレフトチェスマンであります。 昨年は2着、今年は堂々たる主役レフトチェスマン3番手、後位賞キーフでありますこのレフトチェスマンを11頭がマークする展開でレースが展開されております第4コーラーを回りましてこれからスタンド前であります先頭が名村クルエイト、豪快速が2番手レフトチェスマン3番手、外からは 8番の東光大使が上がってまいりました冬の稲妻、東光大使がレフトチェスマンの外へ馬体を合わせてまいりますその後6番の石野テイストが行きまして内側にミスターシービーの3区クラッチヒッターが続きますその後3番のノイズレスウィナーさあノイズレスウィナー長橋は現在バグンの真ん中辺りを通っております今季なんと重勝3つ勝っておりますノイズレスウィナー外からは11番のレッドハッピーその後黒い忍者東照東は外を回って後方から4投目あたり内側に負担ゴールセーフ今日が引退レースになります ジェベルネーバーもこのあたり追い上げていきまました先頭頭からら最でで12 12はおよそ12馬身ぐらいですさあレフトチェスマンが行きましたレフトチェスマンレフトチェスマンが早くも先頭に変わったか外に8番東光大使が馬体を合わせています5歳は2頭その後スーっと差を詰めて5番のクラッチヒッターが単独3番手その後ろに赤い帽子ノイズエースユナーがじわっじわっと接近してまいりました3コーナーのカーブ残り400を通過先頭はレフトチェスマンに変わったレフトチェスマン先頭1馬身半のリード東光大使懸命に追いますこれを追いまして内側から クラッチヒッター外をつきましてノイズレスウィナー第4コーラーが直線コースさー虫が入ってレフトチェスマン5 3キ g 5 9キロを背負っておりますがレフトチェスマンレフトチェスマン先頭東郷大使東郷大使東し大使その後にはクラッチヒッターレフトチェスマン外から東郷大使5歳の大気レフトチェスマンがもう一度離したこの揺るぎない強さレフトチェスマン優勝で合位2着は東郷大使